はい、皆さんこんにちは、林です。本日はですね、3日目の神永さんとの対談になるんですけども、本日はですね、神永さんが eBay 輸出をどのような販売スタイルで取り組んでおられるのか、こちらについてですね、もうちょっと掘り下げて聞いてみたいと思います。もし本日の内容にご興味の方はです、ね、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それでは早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今日はですね、神永さんが10年以上 eBay 輸出を展開されているんですけども、どんな販売スタイルで eBay に取り組んでおられるのか、こちらについてですね、本日は聞いてみたいと思います。神永さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。eBay 輸出といえば、まあ、主に有在庫の新品、中古、それからまあ無在庫販売の新品とか中古とかいろいろあると思うんですけども、はい、皆さんはどんな販売スタイルでこの eBay 事業を今進めてらっしゃるんですか？メインはですね、無在庫販売になりまして、はい、新品も中古も扱えるんですけども、初心者向けとしては新品をお勧めするという形でやってます。私も16年間からこの eBay を知っている中で、やはり無在庫販売を習いたい、マスターしたいっていう需要はね、やっぱり根強くてですね、いろんな理由があると思うんですけども、まず神永さんが考えるこの eBay 無在庫販売の魅力、まあ、メリット、それについてもちょっと最初お聞かせください。やっぱり無在庫販売、その名の通りですね、在庫がいらないというのがメリットになるんですけども、ね、在庫がないというのは2つ、まあ、メリットがありまして、在庫を仕入れる費用がいらないということですね、うん、でもう一つが、在庫を仕入れて万が一売れないとずっと売れ残っちゃうんですよね。そういった売れ残りのリスクもないというところが大きいと思います。資金がいらないっていうのは、分かりやすく説明すると、売れて入金が入ってから商品を仕入れるため、はい、後出しじゃんけんでお金が入ってから商品を仕入れるっていう意味でいらないっていう、そういったイメージですよね。そうですね、実質クレジットカードで決済するんで、売れてから仕入れるにしても、実際にお金の払うのが1ヶ月以上先になるんですよ。そうですよね、はい、だから先に eBay から入金が入ってから、さらにクレジットカードで払うから、支払いは1ヶ月後とかになっちゃうっていう意味でも、まあ、そもそも自分の手持ち資金が減らないっていう、そういった意味合いですね。そうですね、有在庫やってる以上は、まあ、いくら頑張ってリサーチして売ったとしても、仕入れてから商品を eBay に出して、それが売れて入金されるまでに1週間なのか3週間なのか2ヶ月なのか、それによって自分が投資したお金を回収できるまでの期間っていうのが、売れ行きによって、まあ、長さが変わってくる、まあ、それが結局在庫リスク、あるいはキャッシュフローが悪くなる一つの要因になると思うんですけど、まあ、この eBay 無在庫販売では、要は売れてから商品を仕入れるため、そのキャッシュフローのリスクっていうのがないというか、そういうのがメリットということですよね。はい、よくわかりました。逆に無在庫販売のデメリット、これについて教えてください。はい、弱点としては、在庫を持たずにやるので、実際に売れてから仕入れようと思ったら、仕入れ先にもう在庫がなくなってる、在庫切れのリスクですね。はい、そうですね。 eBay ではこのセラーダッシュボードっていうので、各セラーさんの運営がいかに健全かどうかっていうのをね、測るいくつかのスコアがある中に、アウトオブストックのケースがどれだけ開かれてるかっていうのがね、結構見られるので、アウトオブストックイコールは在庫切れってことなんですけども、ここを何回もやっちゃうとね、アカウントのサスペンドになったりとか、リロースタンダードになったりとかっていう形で、売上ダウンにつながるアカウントの制限だとか、 SEO の低下になったりとかする影響が出てくるので、無在庫販売する人にとっては在庫切れを絶対に起こしちゃダメだというのがね、一つの最大のテーマだと思います。他にはリスクってありますか？在庫あるんだけれども、仕入れの価格が変動してしまって、例えば最初に出品をした時に1000円で計算してたのが、はい、極端に言うと1万円とかになってたとか、10倍とか、そういうケースがあるんですね。その時に価格設定は1000円に対して、例えば49ドルとかそういうのに設定してたら、仕入れがいつの間にか1万円になっちゃってた、それ仕入れたら赤字になっちゃうから、売りたくないからキャンセルしたくなっちゃうっていう、まあ、そういう、なっちゃうってことですよね。そうですね、せっかく売り上げ立ってお客さんが商品を待ってるのに、セラーから一方的にキャンセルされるっていうのは、 eBay のプラットフォームにとってはネガティブなバイヤーの購入体験を作り出すことになっちゃうので、これまたペナルティがセラー出し後についちゃうんですね。だから無在庫販売する人にとっては、この2つは死守しなきゃいけない、起こさないようにですね。それを神永さんはどのように回避されてる、はい、
通に考えたら毎日仕入れ先に在庫があるかどうかとか値段とかをチェックしに行かないといけないと。昔はスプレッドシートで一個一個やってる人もいましたけど、まあ、はい、ですよね、めちゃくちゃ大変ですね。毎日 1,2 時間かかるとか言ってる人もいます。昔ね、我々もシステム組む前とかっていうのはバングラデシュの外注さんとかに作業でチェックさせてたりとかしてたんですけど、いくら安いといえどそれでもすごくお金かかってたし結構大変だなって思ってたんですけど、そういうのを谷川さんはシステムを組んだ、そんな感じなんですか？そうですね、もう最初からこんなのを手作業でやるのは無理だと思って、毎日100個やるだけでも大変だったら、それをどんどん売れるからって伸ばしていこうと思ってたくさん出品できないわけですから、最初からこれは無理だと思ってもうツールを作ってシステム化っていうふうに考えて実現した形ですね、はい、なるほど。じゃあちょっと簡単にいくんですけど、神永さんが作られたツールを使うと在庫切れに対してどのようなアクションをシステムがしてくるんですか？システムの方で在庫と、まあ、その在庫の価格ですね、こちらを監視してまして、そちらに変動があったら eBay の出品データ自体をコントロールして、在庫がなかったら在庫の数量ゼロにしますし、仕入れ値が例えば1000円から1万円に変わっていたとしたら、その1万円という仕入れ価格に応じて出品価格を変えると、うん、なるほど。在庫をゼロにするということは eBay でお客さんが買えない状況を、まあ、売り切れ状態ですよっていう形にしてくれると。はい、なるほど。じゃあまたもし数日後とかに仕入れ先に登録していたお店に在庫が戻ってきて買える状況になった場合ではどうするんですか？はい、その場合は在庫の数量がまた元に戻るという形ですね。じゃあ eBay でまたバイトナウで買える状況に戻してくれるということですか？はい、そうです。あ、それはすごいですね。それをじゃあ一度設定すればもう自動的にシステムをやってくれるという感じですか？はい、実質もう出品したらあとはもうほったらかしっていう感じ。なるほど、ほったかれしですか、すごいです、はい、ちなみにじゃあ今そのシステムで使って神永さんは何品ぐらい出していらっしゃるんですか？1万品以上は出品してますね。1万品ですか、なるほど。これをじゃあ手作業なんてもう絶対無理じゃないですか？無理ですね。それをじゃあシステムが全部自動でやってくれるから1万品とかでも在庫切れを起こさず、価格の変動による赤字とかを出さずに健全に eBay の無在庫販売を運用できる、そういったことになっているということですね。はい、そうです。なるほど、非常によく分かりました、ありがとうございました。実はこの神永さんはこの弊社サッツにおきまして約3年間ぐらい無在庫販売の講座っていうのをですね提供してくださってまして、まあ、多くの受講生がそれを受講して無在庫でどんどんシステマチックに商品を出していくっていうことをねやってたんですけども、まあ、一方で途中でですねモチベーションが消えたり継続ができなくなったりとかして結果があまり出ずに終わった人っていうのもねやっぱり中にはいらっしゃるので、こういった人たちをですね、もっと減らしてしっかりとサポートしていきたいなっていうのがですね我々の方でありまして、今回神永さんと実はですね明日からリニューアルした講座のサービスっていうのをですねローンチさせていただきます。過去3年間いろいろね教えていろんなねデータや要望とかっていうのがね溜まってきましたので、その中でより受講生の結果にコミットできるようなサポートの体制でですね新たにもう一度在庫販売を教えていくっていうことをですね明日からご案内させていこうと思いますので、ぜひ明日の動画からですね見逃さずに私の YouTube 動画の方を見ていただければなというふうに思います。神永さん、最後にですね加えたことがありますでしょうか？無在庫販売は、まあ、自分の、まあ、人生を変えるきっかけになった本当に素晴らしい手法だと思います。無在庫販売以外にも例えば有在庫に切り替える方もいるんですけども、やっぱり無在庫販売も並行してやるという方も多いので、やっぱりここがビジネスの根幹にもなってきますので、そういったビジネスの基礎を覚えたい方にもですねぜひ無在庫販売の魅力を実感していただけたらと思いますので、ぜひ明日からの動画でですねそのあたり詳しくご覧いただけたらと思います。わかりました。じゃあ本日神永さんいろいろと質問等にお答えいただきましてありがとうございます。本日の動画の方は以上となります。明日からですねぜひ講座の方のご案内をさせていただきますので、ぜひ明日の動画の方も楽しみに待っておいていただければなと思います。それではですね本日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼します。